世話になってます。お世話になってます。というわけで皆さん釣れてますか？僕の方はですね、釣れてないんですよね。ここ最近ね、サーフに行ってもなんかフグとかそういうのが釣れてきてくれたりしたんですけど、フグすらも釣れてくれないっていう状況に追い込まれまして、まあ、別にヒラメ釣りから逃げてるわけじゃないんですけど、サーフフィッシングだけやるチャンネルではないですから、辛いことがあったらやっぱ一旦ね、まあ一旦逃げるっていうか結局逃げたのかって話なんだけど、魚の顔が見れる釣りがありますよとペガサスさんに教えていただいたんで、バッチリ。本当ですか？バッチリ。ちょっと今日はね、もう何が何でも魚を釣った感触を得たい。まあ皆さんもそういう時あるんじゃないでしょうかっていうことでね、逃げの釣りをやっていきたいと。めちゃくちゃ楽しいんです釣りっていろいろあると思うんですよ。そうそう、大きいのをどんどん目指していく人もいれば、まあ、僕なんか本当何釣れても結構嬉しいんで、まさにぴったりの釣り。本当ですか？まあ、何が釣れるかはね、番組の後半で、はい、ペガサスさんに、ね、解説していただきながら、ことを進めていきたいと思います。わかりました。お願いします。お願いします。ここにはやっぱりこう加工部なんで、餌が豊富で、生命感に満ち溢れてる。魚にとってはいい状況と。いい状況ですね。海とつながってるところ。あ、もうこっからサーフに。あ、そうっす。小魚がいますね。いっぱいいますね。あれなんすかね。ボラだと思います。ボラ、ボラの稚魚？ハックってやつ？ハック。ハック。ハツ。チュン。タ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 ンって何？あれ今。え？内臓の部位とかじゃなかったですか？え、違う、麻雀の方だよ。あ、そう絶妙に噛み合わない狙いどころとかあるんですか？別に広く探っていけば。そう、でも重要なのは潮位。潮位低すぎると、皮が干上がっちゃうんで。そこは取った方がいいんですか？そこ取んなくてもいいです。ルアーはどういうの使うんですか？そうですね、今日はですね、はい、スピナーです。渓流とかで使うようなルアーを投入していくと。このキラキラがね、やつらにものすごい効くんですよ。ハックルとしてはライトゲーム系ですかね。そうですね。ニール2000番とオーシャンゲートメバル。別にこれじゃなくてもいいんですよ。なんでもいいけど柔らかい方が楽しい。間違ってチヌとかシーバスとか釣れちゃったら面白いです。チヌとかシーバスを釣りに来たのではない河川なんで、まあ、チヌとかそういうやつなのかなと思ったんですけど、そういうんじゃない。何が釣れるんでしょうか？めちゃくちゃ準備してきました。ああ、そのタモに入るサイズ。この包丁草みたいの怖いよね。子供の時ってさ、これで一回手切ってからスタートだよね、学びが。あいつは危ねえやつだっていう。なんか一段下がっていくところがありました。ドラクエみたいにザッ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 って効果音がね。最近映画見たんですよ。え？ユアストーリーってやつ。今何そういうドラクエの映画やってんの？やってます、やってます。ドラクエ5が元になってる。嫁決めるやつか。あ、そう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 。ビアンカとフローラ。フローラ、あれはね、子供ながらに迷ったねストーリーの流れ上絶対ビアンカでしょ的な。ありますね。流れなんだけれども、フローラがイオナズンが使えるっていうね。だからどうしましょうかみたいなね、結構シビアな二択を迫ってくるエニックスみたいなね。世代っすか？いや、バリバリ世代よ。もうヘルバトラー3体いたもんその凄さがお分かりいただける方はまあ分かんないでしょう先ほど潮位が大事って言ってましたけれども、はい、取材日が今日になった理由があるわけですね。そうです。干潮からの上げ、かつ潮位は高い。干潮からの上げで潮位が高い日、確かに結構上まで来てますね。おかしいぞ。何？生命反応がない。もうこのタイミングならいつもならビビってくるんですよ大丈夫全力で逃げてきた先がまた地獄だったっていう流れ込みとかいいんですよね、ああいうとこ。流れ込み、ああ、ああいうとこね。あれはでも結構飛距離いるね。ここでライトタック。ほう。お、あーでもまあまあまあいいラインいってるね。私めもなんかスピナーがいいっていうことで、このバギースピナーってやつですかね。これはですね、去年の夏に渓流に行って浅場を通したらズドンというねことが一度だけあったぐらいです。スピナーなんてもう新
定まってってことですかね。でしょうか。で、それを皆さんに見せることができるんでしょうか。角度が、カメラ角度が非常に難しい状況です。ちょっと画面見切れますけど、いいですか。すいません。この角度、トイがね、嫌がりました。すごい走ってる、すごい走ってる。いる、すごいいる。でかい。うわ。お願いします。ちょっと待って。そうきた。ちょっと待ってください。ちょっと待って。皆さん釣れてるんだけど、私のこのネットさばきが。出ない。もうちょい。大丈夫？いける？走る。このライトタックル。もうちょい。なかなか入りたがらない。そしてぐいぐいドラム出される。入ったー、すげー。黒。いや、ランカーサイズでしょこれ。こちら様はうぐいです。うぐい想定の2倍ありました。黒が言ってた魚はこれでいいですか。だけどでかすぎちゃう。だから釣りは面白い。サイズだけ測ってみよう。測ろう。下がコンクリなんで、そうだね。ネットインのまま測れさせていただきます。ここで50。ちょっと曲がってるから、まあ、50ぐらいだね。はい、こんな普通の河川であんな大物が。使ってるから、粘るかって、スピナー。まあそれでもあのサイズは取れるんですね。バギースピナーだったから、シングルなんですよ。シングルフックで。しかもバーブレス。怖かった。さすがっすね、プロ。ウグイプロ。そうなんですよ、今日ウグイ釣りに来ました。正解はウグイでございました。これぐらいのをパンパンって釣る、癒しの釣りのはずなんです。まさかのモンスター出現に。これも釣りたい。そこの流れ込みが緩くなるあたり。俺は釣りますよ。行きます。近づいてる、来てる気がする。浮いてきてます。ほぼ魚なんやけどね。
というわけで熱中症対策の時は三ツ矢サイダー飲んで、コカコーラで、ね、あーすごい炭酸がすごい、だいぶ打ったんでちょっと別な場所行ってみます。はい、というわけで慌てる時間帯に入ってきました。皆さんこれお分かりになりますでしょうか。今まさに潮位が上がって、やばい、ちょっとそっち行けなくなる、ちょっと待って、うわ、まさにね今潮位が上がってきてですね、これ油断してるとこの表面張力が決壊してここのポイントでの釣りの時間が限られてきました。自然がね猛威を振るっています。こう潮位上げてきましたね。よいしょ、犬を連れてきます。牛乳行った時も攻略するそうだと思う、油断するするとない、するそうだって思ってたけど、木下さんはめちゃくちゃ、今見えたのに見えたのね、うわー、チヌチヌしてチヌチヌ、マジでこの前浜名湖であんなに頑張ってて釣れなかったチヌが今、あー惜しい、惜しい、やってしまった、食ったね今ね、めっちゃ竿を押さえつけられてたじゃん、こうなってこっち逃げてったね。はい、というわけでね、もうラストチャレンジの時間が迫ってまいりました。これ以上やるとバットたちが出てくる。ああ、コウモリがね、コウモリが出るらしいんですよね、この辺。すごいですよね、なんかコウモリ穴みたいなところでしか見たことないやつがこういう日常の住宅街で出ます。それが静岡です、静岡クオリティです。というわけで最後はもう情熱フェニックス行きます。初めて聞きましたそれ。本当に？ありがとうございました。やっていきます釣れるって聞いてたから来たのに。釣れると思ってました僕も。結構シビアだったね。あ、缶釣り行くしかねえかなんかね、こういうとこで釣りたいんだけどね。サーフもそうですけど、やっぱ静岡甘くないんですよね。そうだね、もう引っ越そうかな。終始弱音なしなちょっとね、今日は状況整える一日だったはずがまた砕かれてしまいました。くそもう許さねもう許さねいやー、ウグイはねちょっと一目に来るわ